このチャンピオンベルト、昨年まではジャンボ鶴田選手が巻いておりましたベルトであります。その後3人のアメリカ選手が支柱にしています。再び日本選手の手に戻るかどうか、ユナイテッドナショナルヘビー級の新チャンピオンを決める UNO 王座日米決定戦であります。勝負の方は60分の一本勝負。これが黄金のユナイテッドナショナルヘビー級のチャンピオンベルト。リング上これより両選手の紹介が行われます。蔵前国技館ヒートアップしてまいりました。天竜が第12代のチャンピオンになるか、それともアメリカ代表リッキー・スティンボードか、両選手の紹介。アメリカ代表です。リング狭しと動き回る足のいいレスラーリッキー・ステンボート。さあ日本代表大一番を迎えました。期待に応えるか天竜。さあ天竜が回復力が早いかどうか。今度はリッキー・ステンボート、どうだ、何で持っていくか、何でバックドロップに行った。強烈バックドロップ、これはダメージを受けます。天竜後頭部を打った。さあリッキー・スティンボート、ここから猛反撃開始か。先ほどから足4の字固めで天竜の足を止めています。そして静脈が浮き上がっているという今リポートが入りました。相当膝のあたり、膝の裏側のあたりダメージを受けています。ここでカンフーサッポー、1年2ヶ月ぶりの来日、リッキー・スティンボート、カンフーサッポーで天竜を痛めつけます。ここは竹内さん、天竜の踏ん張りどころですね。苦しいでしょうけど頑張りどころですね。今かわした、うまくかわして1回転して少しところを変えます。リッキー・スティンボートを翻弄する天竜のチョップ、コーナーに飛びました。リッキー・スティンボートも足を引きずって2人が近づいた。さあ思い切っていくか、天竜が思い切っていくか、コーナーマットに思い切って打ち付けますが、うまく右足をつけ出して防ぎます。うまくディフェンスいたしました両選手です。そして今度はブルドッキングヘッドロックか、おっと反対にうまく離す、うまくタイミングをつかみました。リッキー・スティンボートの顎が上がります。やや苦しい表情、これがリッキー・スティンボート、反省の顔やや歪んでまいりましたが、あ、これはポーズだったんですね。そうですね、再び攻め込みます。天竜対リッキー・スティンボート、ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合であります。なおこの天竜はジャイアント馬場、鶴田と三強、このシリーズが終わりますとアメリカに出かけます。サーキットに出かけます。その前の対決でありますネックブリーカードラップ、リッキー・スティンボートが仕掛けました。この切れ味はいいですね。なかなか切れ味鋭いですね。全日本プロレスの三強は3月の2日に東京を出発してアメリカマット界に遠征、シカゴ、ミルウォーキー、ミネアポリス、ダラス、ソルトレイクシティ、グリーンベイ、セントルイス、アトランタ、シャーロッテなど全米マット界の激戦区をサーキットする予定になっております。日本テレビではシカゴ大会と他2会場を VTR 収録いたしまして、日本のファンの皆様にお伝えする予定になっております。さあ試合展開です。山田さん、座禅天竜が自分のペースかと思ったんですが、勝負は分からなくなりましたね。そうですね、思い切ってダイビングして回転エビ固めですが、そのまま相手の力を利してうまく抑え込みました。足を取ります、足を取ります。今度はリッキー・スティンボートの攻撃、逆エビの体勢ですが、竹内さん、はい、十分に決まってますか。しかしですね、天竜の攻撃裏目裏目と出始めてますからね。ちょっと危ない展開になってますね。そうですか、こうなったらもう本当に一瞬の隙が勝負の分かる目に山田さんなりそうですね。そうなんです、非常にね、リッキー・ステンボートの場合そういった速い逆転技がありますんでね、注意しないといけませんね。回転エビ固めの応酬が見られました。リング狭しと動き回ります。肩と肩がぶつかり合いました。両者ダブルナックダウン、ダブルナックダウン。ダメージの多いのはリッキー・スティンボートか天竜か、どっちが先に起き上がるか、起き上がるか。上樋口レフリーのカウントが続きます。場内ゴーゴーたる声援、天竜に対しての声援か、リッキー・スティンボートか。リッキー・スティンボートもアメリカ代表ではありますが、日本もたくさんのファンがいます。再び両選手立ち上がりました。さあ天竜この辺りで突破口を開いて、なんとかこの初めてのベルトを巻いてほしい、そういう感じがいたします。さあ天竜が大技を出しましたけれども、今横に投げ返しましたね。スタンプホールドの形で後ろに投げたわけですね。そうですね、後頭部を打っておりますリッキー・スティンボート。そして天竜には得意のフロントネックチャンスリードロップという大技がありますが、スモールパッケージホールド、
スルスルっと近寄ってスモールパッケージホールド、リッキー・スティンボート、この一瞬の突きが怖い。本当にマッハのタイミングで勝負が決まりそうな展開になってまいりました。さあ天竜が飛び越えた、円錐切りだ。ここで天竜が出してまいりました、18番の円錐切り、ここで爆発。さあ勝負の流れを一気に変えます。カウントが始まった。あーっと右の足をサードロープに伸ばします。勝負はあっという間に20分が経過してまいりました。ユナイテッドナショナル日米王座決定戦、さあさあ行きます。天竜の構え、何で行きますか、何で行きますか。ブレンバスター、ブレンバスターでまず取りました。やっと大技を出してまいります天竜です。そしてゆっくりと間合いを取りまして、セカンドロープからトップロープに駆け上った。今度はどうやらフライングエルボードロップ、当たりました。右の肘が当たりましたね、山田さん。当たってますよ。当たってますね。あの逃げようとしたんですがね、逃げ切れなかったですね。そうですね、これがリッキー・スティンボート、頭を持ち上げて、しかしこれまたポーズかもしれません。リッキーがトップロープに上がってフライングボディアタック、フライングボディアタック。さあ天竜起き上がれるか、危ないだ。いよいよ空中戦、リッキー・スティンボート得意の空中戦、そしてコーナーに送るロープのリバウンド、しかし足を取って投げ落とした。そのままガチ力で力で力で抑え込んだ。力で抑え込みました天竜。リッキー・スティンボートからカウント3を今奪いました。まさに力技であります。いかがでしたか山田さん。いやーすごいね、一瞬の大技を出しましたね、はい、もう力というよりもね、完全に頭脳の勝利ですね。そうですね、思い切って落差の大きい、後頭部打つ技、これはあの竹内さん、天竜稲妻落としとはちょっと違う形になりましたね。これはブランド式のコブラツイストのですね、さらに後頭部を狙ったもんですね。なるほど、強烈な技、非常に強烈な技、天竜がリッキー・スティンボーと一瞬の技で締めくくりまして、ここでユナイテッドナショナル、ニューチャンピオン誕生であります。天竜が第13代のユナイテッドナショナルヘビー級の王座につきました。まあ自分なりにね、これで相撲界にも恩返しができたと思ってますから、はい、天竜源一郎悲願のベルト奪取でございます。これで天竜も堂々と日本のマット界、そして世界のマット界、胸を張って歩けることができると思います。見事な試合でした。勝負を決めたのはグランドコブラツイスト、後頭部をリッキー・スティンボートの後頭部を打ちまして勝利を得ました天竜でございます。